エコスポーティーグラミさん、どうもー。やっぱり寒い冬よりも暑い夏の方が大好きなフットボールスタジオのラカッチでーす。はい、ということで最近気温が急に下がってですね、皆さん体調などいかがでしょうか。私は体調悪いです。ということで今回はこちら、はい、ご依頼いただいてましたナイキの黄色いやつですね、こちらのご紹介をさせていただきます。ナイキで毎回出たらですね、人気のこのボルトカラーというですね、蛍光イエローのようなカラーになるんですが、こちらのご紹介をさせていただきます。はい、当店ではこんだけ入っていたんですが、今も販売中でございますね。やっぱ人気です。はい、ということで順を追ってご紹介させていただきます。まずこちらエリートですねの AG になります。で、このエリート以外と比べたらやっぱり色が違うんですが、まあ、やっぱりメッシュアッパーで中が素材が透けてるというですね、でパール入ってるんでちょっと白っぽく見えるんですが、やっぱりこれがやっぱりかっこいいですね。優越感が出るというか、はい、ということで AG と HG ソール、HG はクリアソールとなっておりますね。はい、同じ ACC 入ってます。まあ、AG とラストは違うんですが、使ってる素材はほぼもう一緒ですね。この辺も履きやすいモデルとなっております。で、比較するのは、まずプロですね。プロ、プロマイクロファイバー仕様なんですが、まあ、非常に素材が強くてハードな練習にも対応できそうですね。はい、で、こっちがアカデミーの HG です。まあ、一見プロとなんだ差はないように見えるんですが、アカデミーの方がお値段安くて、まあエントリー的なところはありますね。素材ちょっと全体的に硬いかもしれないですね。はい、ということで、まあ見分け方としてはこの辺のここに、まあアッパーの素材とかここはデザインが違いますね。ビッパーって入ってますね。この辺の一体化のこのメッシュのこの通気性のとことか違いますしね、触ったら素材が全然違うのは違うんですけどね。はい、これを見てます。で、大人のアカデミーのターフモデルですね。こちらも入ってきてます。やっぱかっこいいですね。はい、でジュニア行ってアカデミーの HG、 今回 HG 出てます。もうやっぱジュニアに人気ですね、このカラーは。で同じモデルでターフが入ってます。本当にHG、ターフ両方このモデルから買う方もいらっしゃいますしね。はい、で最後がマジックテープ、ベルクロというかマジックですねのターフモデルとなっております。結構幅広いんで先まで入るんで、サイズ感1個落としてもいいかもしれないですし、点5刻みで入荷してますんでね、17、17.5、18、18.5 って感じで、はい、この辺もチェックしてみてください。皆さん欲しいモデルありましたでしょうか。はい、ということで今回はナイキのですね、はい、アキレルベイパーシリーズ、はいですね、のニューカラーボルトカラーのご紹介になります。はい、以上です。バイバイ。